こんばんは、マーティン。ではの役場、キングです。今日は夕食食べながら、今日のニュース言います。今日は、アメリカの大統領選挙の結果、バイデン氏が、勝利しました。はい。最高齢の、はい、大統領として、はい。なぜトランプ大統領負けを認めなかったかが、そこが謎です。はい。おかしすぎます。不正があったとか、いろいろあるとか、はい。今後日本とアメリカどうなるでしょうか。そこが楽しみなところ、楽しみというか、わからないところです。そしてプロ野球、読売ジャイアンツ、坂本勇人選手がついに2000本安打達成しました。イエーイ、本当におめでたいことでございます。はい。もう感謝と言いたいですが、読売ジャイアンツファンとしてはもうすごい感動しました。はい。本当に嬉しいちゃん。はい。というわけで食事しながら、時事ネタでした。バイバーイ。